吉田さん、億万長者合宿への問い合わせ、懐かしいですね。億万長者合宿に参加したら、本当に儲けることができるんですか？億万長者になれるんですか？この質問、みんながそう思ってると思うんで、私もね、同じ質問したいんですよ。億万長者合宿に参加して、億万長者になりたいですかと。そのための行動をあなたはしますかってことですよね。億万長者になるための、もしくはなった道をお伝えすることは私はできます。ね、1億円、2億円稼ぐためのルートをお伝えすることはできます。何をしてそうなったかをお話しすることはできますし、そのための指導は細かくできます。でもそれをできますかってことなんですよ。やりたいですかってことなんですよ。で、吉田さんも言われてましたし、私も思うんですけども、成功できるのは一部の人です。それはみんなわかってます。その一部の人になりたいんでしょ？みんなと同じ暮らしが嫌だから。みんなと同じ普通が嫌だから抜け出して、自分だけは金持ちになろう。自分だけは借金から抜け出そう。自分だけは平均年収400万から抜け出そうとして、自分だけは安泰で楽でお金があって時間がある豊かな、そんな夢のような理想な暮らしの、まさに一部の人しか送ってないような暮らしをしたいわけでしょ。なのに、それを提供しようと思ったら、なんでね、成功できるのは一部の人だけでしょってなるんですか。その一部の人になりに来たんじゃないですか。だから一部の人になるためのお話を私はするわけですよ。そのためのノウハウをお伝えするわけですよ。でも、すべての話やノウハウを受け取るたびに、成功できるのは一部の人でしょ。使いこなせるのは一部の人でしょ。一部の人ですよ。一部の人になりましょうよ。いや、それしかないでしょ。私も一部の人です。で、以前はありふれた娯楽者でした。落語者でした。娯楽じゃないな。ありふれた落語者ですよ。その日暮らしで、金の算段もなく、人生計画もなく、ただ願望だけはありました。ああなりたいな、こうなりたいな。そのための方法が見つからなかった。それを、もしかしたらネットを使って、そしてアクセスを集めたらなんとかなるんじゃないかな。よし、アクセスを集めるために、あの手この手をやってみよう。乗っかってみよう。真似してみよう。それだけですよ。それだけ。乗っかって、真似て、パクって。そして、ほとんどの人が諦めるところで諦めずに、もう一歩、もう一歩と進んだ結果、なぜかね、横に並んでる人は誰もいなくなって、気がついたら自分しかいねえなみたいな感じでしたよね。ライバルが勝手に辞めていくんですよ。ライバルが勝手に成功できるのは一部の人でしょって、まさにね、あの時のあの方と同じようなことを言って、辞めていくんですよ。それで、本業が忙しいとか言ってね、なんかわかんない。どう考えても1億2億稼げない本業というやつに戻っていくんですよ。で、いやいや毎日送ってるんですよね。で、あれから数年経ちました。億万長者合宿の合宿からもすでに2年3年経ってるでしょう。何年か忘れましたけど、3年ぐらいですかね。あれからどうですか？私は当時にも増して、自由度を増して資産を増やしてます。どうですかね？億万長者合宿に参加した方、そして億万長者合宿に参加したら本当に金持ちになれるんですか？じゃあ億万長者合宿に参加しなかったら金持ちになったんですか？どうでしょうか？答えは出たんじゃないですか？答えは。今からでも遅くないんで、億万長者合宿に参加したいというふうに要望を上げたらいいと思います。まあ動画なんてとっくに見てないでしょうけども。もしね、億万長者合宿やってくれ、参加したいんだっていうことでしたら、それはやるかもしれません。ただし、価格は高いですよ。ね、前回の億万長者合宿、最終的には300万ですからね。ね、300万。どうですか？でも300万かけても、1億円が手に入るとしたら、ただ同然じゃないですか？その300万を無駄にしないために、きちっと行動するなら、安い買い物だと思うんですよ。でも、300万を惜しんで、1億円を目指さなければ、ずーっと300万がそこにあるだけで、1億円はね、夢のまた夢ですよ。どうでしょうか？あとは、本当に1億円への道を自分の足で歩きたいのか、ということです。どこに向かって歩けばいいのかわからなければ、それは私がお示しすることもできますし、吉田さんがお示しすることもできます。そして、どんな道具を使って歩いていけばいいのか、これもお伝えすることができます。基本的にパソコンとスマホがあれば OK です。他には何もいりません。ですので、今持ってるものだけで十分です。あとはパソコンやスマホを何に使うなっていうことでしょ。何にどう使うかっていうこと。How to ですよね。これは、億万長者合宿でしっかりと伝えていきますし、今までずっと動画のやり取りの中でお話したことが、目いっぱい詰まってます。いってらっしゃい。